速稼塾の久保です。深草さんメッセージありがとうございます。そうですね、日本のアニメがアメリカでどのように映ってるのか、おおむねね、想像できるところがあったんですけども、こういうふうに聞いてみると、あ、なるほどなと、深くまたね、しみるものがあるというところでございます。まあ、ナルトとか進撃の巨人も確かに海外で見られてるっていうのは聞いたことがあったんで、まあ、本当に人気のアニメっていうのはどんどん輸出されていくんだなっていうことと、あとですね、テレビの番組に関してなんですけども、こういったちっちゃいセットを買うと、まあ、あらゆるところのねテレビが見れるっていうのは聞いたことがあったんですけども、まあ、それもねなんか盛んだそうなんで、まあ、一つね、心に留めておこうかなと思います。確かにそういうのがあるなと思います。確かにね著作権の問題はどうなのかっていうのは分からないところなんですけども、なんかね派手に出てますよね、ああいうのも。まあ、私は通常の方法で、テレビでもインターネットでも見てるんで、コストの面で言ったらちょっとそういうものに比べたら高く払ってるのかもしれませんけどもね。ただやっぱり自分で選んで見るコンテンツの質に私は満足してますんで、別に NHK の受信料は高いなとも思いませんし、まあ、民放の放送もねほとんど見ないんですけども、民放の放送が YouTube に上がってるのを結構見たりしてね、楽しませていただいてるかなっていうところでございます。さあそれではですね、今度はね日本文化についてちょっと聞いてみたいんですけども、いかがですかね。日本文化、例えば私も民謡や三味線をやってますけども、こういった古典芸能っていうのは日本国内ではどんどん廃れていて、後継者がないという状態もありますし、楽器とか機材にしてもそれを作る職人さんがどんどん廃業してってるんで、本当にねこういった趣味とか文化っていうのは継続するのが非常に難しくなってるんですよね。盆栽もそうかもしれません。で大工さんもどんどん減ってるってことも聞きますしね。でそうなった時に、じゃあ日本では衰退してるけども、まあ、世界ではとかね、世界中を聞いてもちょっとね難しいかもしれませんけども、例えばアメリカのフロリダ、マイアミとかでは、あ、こういうところに日本文化を感じるなとか、近所に空手の道場があるよみたいなのがあったらね教えていただきたいかなと思います。そうですね、深草さんがお住まいになってるところ、行動範囲の中で日本の何かね匂いのするものといいますか、日本を感じさせるような活動とかがあったらちょっと教えていただきたいかなと思っております。特にね、音楽とか芸能とか舞とか踊りですよね、踊りとかね、歌とか、そういったものがどうかなとかね、あとお茶とかね、食文化もそうですよね。近くに日本人の専門のなんか飲食店があるよとかね、お茶をマグカップで飲む文化からだんだんこうね急須とかお茶碗で飲むようになったよとかね、そういうのがあったら聞いてみたいなと思います。いかがでしょうかね。皆さんもお楽しみに。それでこの放送を見られたら、深草さんから見てね日本のアニメがどのようにマイアミで、見られてるのかってことをぜひね見ていただきたいと思います。前回の私の質問に対する答えが入ってますんで、速稼塾限定の動画になりますけども URL リンクをたどっていってですね見ていただければ幸いでございます。また失礼します。